はい、では今日もお金の勉強をちょっとしていきましょう。具体的にお金の勉強って何をすることなのっていうふうに聞かれると、うっとね、答えに詰まって話がそれちゃう方が結構多いと思うんですよ。で、私はお金の勉強というからには、一話一話ね、具体的に何をすればお金の勉強が一つ進んだかなっていうのを分かるようにお伝えしていきます。今日はですね、パート5になりますけども、お金の勉強っていうのは、お金を稼ぐことに時間をかけないようにする方法を手に入れるために、そっちの方向に向かっていかなくてはいけないんですよね。で、そのためにはですね、私これはね、やってはいけないってものが結構今のタイミングであるんですよ。それはですね、いわゆる暗号通貨ですよね。暗号通貨とか、いわゆる仮想通貨、暗号資産っていろいろ方法ありますけども、言い方はね、暗号通貨について勉強しないことですね。これはね、多分無駄ですね。暗号通貨のこといくら勉強しても、これはね、利益を出した人って偶然の産物なんですよ。その偶然の産物に後付けをしてるだけで、暗号通貨で儲けようなんて思わないことですよね。で、暗号通貨で儲ける、タイミングっていうのはもう終わってしまってるんだと私は思いますね。それがいつなのかっていうと、いわゆるね、ICO バブルっていうのが起きた2017年あたりで、もうすでに勝負はあったわけなんですよ。ということは、仕込みは2014年、2015年あたりまでに完了してないといけなかったんですよ。そうですね、例えばね、ビットコインとか、それからビットコインに続くアルトコインキングと言われるっていうかね、私が思っているカルダノエーダですよね。この2つをこの時期にホールドしてなかった方は、そこでもうゲームセット終わりなんだと思いますね。で、去年暗号通貨ね、ビットコインを買った人は今年大きな含み益を上げてると思いますけども、去年ね、買ったにしても、それはですね、もう偶然の産物で今年上がってるんですよ。で、かなりのね、高い裏付けを持って暗号通貨が利益が出るっていうふうに思える方っていうのは、これは例えばね、投資をきちんと学んだ方で、FX から株から不動産から、そこそこマスターして資産が作れた方なら、その余剰資金の一部で暗号通貨をね、当てに行くってことはあると思いますけども、多分ほとんどの方がそうじゃなくって、なんか一発逆転を狙って暗号通貨にたどり着いてると思うんですよ。で、ビジネスもうまくいかなかった、投資もまともに勉強できなかった、その人が博打のように参加してるのが暗号通貨なんですよね。だから儲かるんですよ。誰が儲かるかっていうと、きちんと学んできた人がです。暗号通貨ね、私の例ばかりを申し上げて恐縮なんですけども、私は2015年にカルダノエーダっていうのを購入して、同時期にビットコインもね、ちょろちょろっと買ってるんですよ。で、それが今の含み益になってるんですよね。で、それが大きな含み益になってるんで、この2つが大きな含み益になってるんで、例えば先日トロンっていうね、暗号通貨を私もね、ちょっと手を出しましたけども、このトロン、当たろうが当たる前が私の資産にはほとんど影響ないんですよ。それこそ数十万数百万の振れ幅っていうのは、その資産そのものに、暗号通貨で作った資産そのものに大きな影響がもうないんですよね。でも大抵の場合は、この元となるね、背景のバックグラウンドの太い、暗号資産での利益っていうのができてないんで、数十万数百万の上下にものすごく自分の資産状況が左右されると思うんですよ。ちょっとね、これはね、もうすでにギャンブルになっちゃってるんですよ。大体投資っていうのは、今日のお金の勉強の肝ですけども、暗号通貨を含めて投資に手を出すってことは、全体の資金量のマックス 1% から 2% までしか投じれないっていうことがちゃんと分かっていて、それが実行できてるからこそお金の勉強ができてるって考えるんですよね。いや、これはね、ほとんどの投資家さんもそうかもしれませんけども、利益を出してる人っていうのはそんな博打やんないですよ。例えば投資した金額がなくなりましたっていうことを覚悟してやるわけですよね。じゃあ、なくなった挙句、全体の資金量の20%、30% が失われるようなものは、すでにこれギャンブルなんですよ。もうだからね、そんなことはしないです。失われても全体の資金量の 1% がなくなりました。勝負をしたんだけども、全体の資金量の 2% しか投じてませんっていうのが、ギリギリ限界なんですよ。要するに、どのぐらいの資金の損失だったら許容できるのかっていう、こういうような損切りラインっていうのが明確に引けてるからこそ、傷を負わずにいつまでも生き残っていけるわけなんですよね。でも、全体の資金量がそんなに多くないのに、勝負だけでかい気持ちでやる人って、これは素人ですよね。で、素人っていうのは退場していくのが投資の世界です。ビジネスは素人でもうまくいったりするんですよ。なぜなら、素人に対してのファンができるからなんですよ。ね。私がね、数年前に、関わっていたローカルアイドルっていうのがあるんですよ。ね。いわゆる AKB とか、乃木坂さんみたいなね、ビッグネームではなくて、ビッグブランドではなくて、それこそその土地土地で、小さく活動している、そういったね、アイドルグループ、
ファンの方は100人前後、そういったものを相手にするローカルグループがあるんですけども、これはこれでね、初々しさとかこうやった名もない、まあ踊りとかダンスとか歌とかいまいちだけども、そのいまいちさがいいっていう風なね、そういう風なファンの方がつくことがあります。これがビジネスなんですけども、だからビジネスっていうのはどんな段階でもね、ファンがつきやすいわけなんですよ。でも投資っていうのはトップの人しか生き残らないんですよ。トップの人だけですよ。だって勝てないと生き残れないわけですから。投資っていうのはお金をつぎ込んでお金を増やすゲームですけども、お金をつぎ込んでお金がなくなる仕組みとも言えます。じゃあね、投資で勝てる人って誰ですかと。投資の世界にいて常に利益を生み出して次の勝負に新たなる資金でいける人なんですよ。でも投資をして負ければ、今度トライする時の新しい投資の資金って作れますかって話なんですよね。だから金持ち父さん、貧乏父さん、これ私本を読んだことはありませんけども、4つのポジションというのがあります。まずは労働者があって、スモールビジネスがあって、ビッグビジネスがあって、最後にインベスターですよと。スモールビジネスをマスターしたからこそビッグビジネスもできると。ビッグビジネスができるからこそ余剰資金がいつでも生み出せるから、インベストメントもね、いつも参加できるわけなんですよ。でもいきなりインベストメントに行く人って常に投資で勝たないといけないんですよ。そんなことは無理ですからね。言ってみれば喧嘩もしたことがないようなね、そんなね人がね、マイク・タイソンのいるリングに上がれるもんなんですよ。これどうやっても負けるじゃないですか。そんなのでリングに上がろうとするなんてね、少年漫画の読みすぎだってことになっちゃいます。投資も同じです。投資ってのは自分の財産、例えばね、1000円1万円投じて、それが3万円になりました、5万円になりましたっていう風な人生のビッグボーナスにたまに当たることもあるかもしれませんけども、でも投資家でいる以上ね、勝ち続けて自分の求めてる資産全部をその中で、こう集めてこないといけないわけですね。そうなると一回もその大物にぶち当たることなくね、そしてビッグクレバスに陥ることもなく勝てますかってことなんですよ。じゃあこれを勝てないっていうふうに、まあ、察知できるからこそプロなんですよね。これが分からないけどもやってみるみたいなのは、もう完全にこれはね、お金の話をするべきではないところに来ちゃうんですよね。まあ、ちょっとグダグダと余計なこと言いましたけども、ちょっと整理してみましょうかね。偶然の産物ですね、暗号通貨で。この時代に勝とう負けよう、情報収集しようかと思うのは、もうそれだったらね、ちゃんとビジネスを学んだ方がいいです。じゃあビジネスを学ぶってどういうことかっていうと、集客の方法なんですよ。集客の方法だけがマスターできていれば、もうビジネスはもう卒業なんですよ。でも多くの方はなんとなく自分の得意分野で商品はぼんやりと作るけども、でも集客ができないんですよね。で集客ができる人も途中で止まるんですよ。で止まったところでビジネス展開したんですよね。で集客のことにもあんまり意識がいかなくなっちゃって、そのポジションでやるんですよね。まあ、そのポジションでやっても悪いことはないんですけども、集客の限界が来るってことは、いつかはその集客っていうのは離れていって新規が来なくなる時期が来るわけなんですよね。だからこそ YouTube で言ったら、去年から今年までの自分のチャンネルの登録者の成長率がどのぐらいだったのかなってことをちゃんと見ていってですね、じゃあそれと同じペースで今後も伸びていくのかどうかなってことを作戦立てていかないと、とんでもないことになっちゃうわけなんですよね。で再生数ってのはある意味一定でも構わないんですよ。再生数が100であってもチャンネル登録が伸びていれば、その再生数100を作る要素、中身の人間って入れ替わってるんで、過去に売った同じ商品が売れることが大いにありえるんですよね。同じ商品2回買う人はいませんからね、特に情報商材っていうのは。まあ、ですのでどちらかというと、この再生数の中の新陳代謝が進んでいけばいいわけなんですよ、ね、そのためにはやっぱりこう集客の方法を覚えていかないといけないですし、その集客の方法ができていれば、これは時間をかけずにお金を稼ぐ方法ができるってことなんですよ、うん、で集客ってのは自分の行動全てが集客になっていればいいわけですから、特に YouTube 活動はね、 YouTube をやったら新しい人が見に来る。でも同じ視聴者さんで成り立っていると、常に同じ人が見てますから、新しいネタを提供し続けないといけないわけですよね。でも情報業界、情報商材のいいところっていうのは、過去のネタがまた使えるってことなんですよ。なんでまた使えるかっていうと、それは視聴者さんが入れ替わって新陳代謝してるからってことがあります。だいたい視聴者さんのパーセンテージで言うと 10% がね、何が何でも自分の動画を見てくれる人、自分のサイトを見てくれるコアのファンです。 10% だから 10% の人は商品が出ればとりあえず買ってくれる人なんですよ。だからこういう人には続編なら構わないんですけどもね、同じ商品のセールスは効かないんですよ。で残りの 90% を新規の方でこう埋めていかないといけないんですよね。でも多くの YouTube 途中で退場する方っていうのは逆なんですよ。9割がファンで 10% ぐらいが入れ替わる新規さんなんですよね。そうなるとこの 90% の人が最初はいいんですよ。最初は出すもの出すもの買ってくれるんですけども、まあ1年も経てばね、もう商品買ってくれなくなります。そして新しくリリースしなくてはならないんですけども、
情報発信者の情報の鮮度が変わってませんから、あの商品新しくできないんですよ。すごく作るのが難しくなっちゃいます。でサポートばっかりが増えていって、はい潰れましたってことになっちゃうんですよね。でね、なんでね、あの新しい商品が作れないかっていうと、新しい商品が作れるぐらいだったら日々の情報が更新されてるんで、この9対1の割合が10対9になるんですよね。なるというよりもそっちに向かっていくわけなんですよ。だからある程度チャンネルがこうね充実してきて、去年と比較して、あ去年からはここまでだいぶ伸びたな、でも今年伸び悩んでるなと思ったら、これはもう赤信号が点滅して、もうそろそろちょっとね、いろいろと考える時期に来てるんじゃないかなと。で逆に商品リリースしたら、入金はその時ありますけども、サポートがずっと残るんで、そのサポートをすることによって、もう自分の新しい商品を開発したり、新しい集客をするタイミングがなくなっちゃうんですよね。で、何が言いたいかというと、お金の勉強の第5話なんですけども、集客の方法を学んでいるかってことにまとまると思います。集客の方法がいついくらでもありますよっていうふうになっていかないと、なかなかお金にたどり着くことはないかなと思いますよね。で集客が難しいと感じる人、集客になかなか手が出ない人が仕方なく残された選択肢として投資に向かうんですけども、この投資ってのはもっと難しいよってことなんですよ。だからお金の勉強をちゃんとマスターした人が投資で生き残っていけるという、これ現実がありますので、お金の問題解決してない人がね、半ば通算フルベースで逆転ホームラン打つみたいな感じで投資のね、バッターボックスに入るのはもうデッドボールぐらいしかないかなと思いますね。まあ、デッドボールもね、一塁に行ければいいんですけども、まず本当にねデッドしてしまいますからね、直撃食らって一塁に歩くどころではなくて、そこでゲームセットになってしまいますから、いわゆる資金を失ってしまいますからね、非常に危険なんじゃないかなと思います。で第5話のお金の勉強なんですけども、時間をかけずにお金が稼げるように、時間をかけずに集客ができるように学んでいくことだということですよね。そのために YouTube をやることは本当にいいと思うんですよ。いいと思うんですけども、やっぱりね、情報がワンパターンになってしまって無駄な時間を使わせてしまうってことによって信頼を失うことがありますので、そうならないようにね、いつも新しいネタで頭を満載にしとかなくてはいけませんし、こんな切り口もあるのねっていうふうに新しいねシリーズをどんどん量産していかなくちゃいけないんですよね。まあ、例えば私は恋愛のこととかね、やりだしたら長かったりするわけですよね。で夫婦関係のこととか子育てのこととか、そういった私の未知の領域に関しても発信してますし、あとはね、まあ、車に関してもどんどんやったりとかね、ジャンルは限らないわけですよ。で動画のやり取りしてる方がなんで多いかっていうと、私の専門分野じゃないところの専門分野の方とやり取りすることによって私の引き出しも増えるわけですよね。で私自身が分からなくても知ってる人を私は知ってますよって形でチャンネルの幅を広げることができるんですよ。それがまさに集客になるわけですよね。私じゃ集められなかった1人2人っていうのが、そのチャンネル登録が少なくても、再生数が少なくても私と被らない人が私の方に来てくださる可能性もあるし、私の方から提供するチャンスもあるということで、まあ、相互紹介がうまいこと働くのがこのワントゥーワン動画のいいとこだと思いますので、これからもね、私は2桁下ぐらいのチャンネル登録の数の方を中心にどんどん関わりを持っていこうかなと思っています。まあ、そのためには私がチャンネル紹介をした人が続いてもらわないといけないんで、続けられそうなネタでどんどんね私もね放り込んでいこうかと思いますけどね、自分が勝手なことを話して気持ちよくなって終わりではなくって、どうやったらね私の対話の後に続きやすくなるかみたいなこともね、ちょっとこれからももっともっと放り込んでいこうかなと思っております。はい、で、お金の勉強ね、本当に具体的にどうすればいいんですかってこと、集客をきちんと学んでいくこと、集客を学ぶってどういうことかっていうと、新しいネタを毎日発信していくってことですよね。新しいネタですよ。だから前の延長線上にあるものばかりだと、視聴者さんはそれこそね無駄な時間使わされたと思ってね引っ込んじゃったりするんですよね。特にサムネイルのダメージってのは大きいわけだよ。サムネイルで人は釣られてくるんですけども、中身がねそれに伴っていなければパーになっちゃうんですよね。要するにサムネイル以上の情報があると思ってくるわけなんですけども、サムネイルがマックスで内容がサムネイルに及ばないってことになると、これはかなり信頼を失ってですね、大きなダメージになるかなというふうに考えながらやっております。今回は以上ですかね。はい、じゃあお金の勉強は次回パート6、次回はね、第5話までが理解できた方には本当に即効性のあるお金の稼ぎ方、お金の勉強になると思いますので、お楽しみに。